向側がデメンティエワです。まずはクルニコワ、センターへのサーブから前出てボレーを決めていきます。バックボレーはクルニコワです。バウンドが変わりましたがクルニコワスマッシュ、ここはパッシング決まりました。ストレートでサイドを抜いていきましたデメンティエワ、ね、なんとか返しました。すぐに戻っているデメンティエワ、そして抜いていきました。いや今戻り早かったですね。さあどうするか、ジャックロスへ、しかしここはカウンターです。クルニコワが返しました。かなりこう互いに火花を散らすというような展開となってきました。リターンエースですデメンティエワ、鋭いですね、まあ、同じロシアということでお互いね相当意識していると思うんですね、リターンエースです。もうすごい打ち合いになると思います。それでそのややペースが悪い方がいろんなことを仕掛けてくると思うんですね。サイドに振っていきました。リターンもダウンザライン、そしてコードボールが入りました。確かに福井さんおっしゃる通りかなり激しいこの立ち上がりからのラリーが続いています。ウィナーですデメンティエワ。ネットの向こう側アンナ・クルニコワのサービス、現在の世界ランクは99位。スライス、振っていく、これは返りません。今度しかりクルニコワ足の怪我がありました。それが癒えてようやく今年の全豪に復帰。大きな試合は復帰してから全豪、そしてこの東レということになります。決まりました、バックハンドで。またデメンティエワがブレイクバックということになりますと、さらにまた互角の戦いとなっていきますが、攻めていきました、フォアのジャッククロス、デメンティエワ。そしてディメンティエワがブレイクバックしまして、今度はデメンティエワのサービスから。ラブ15です、まあ、際どくて先進がアウトのジャッジをしなかったんですが、今オーバールールで、はい、コードボール入りました。はい、これも入っている、返しました。ストレート、わずかに追いつかない。クルニコワのポイント、非常に低い球低い球と。そうですね、回転があまりかかってないフラット系ですとボールが伸びてきますので、それほど弾みがないですよね。これは入ります、打ち込んだデメンティエワ。まあ、後からデビューしたこのデメンティエワがクルニコワの休んでいる間に順位を抜いてしまったということにもなるわけですが、これも追いつくか、抜いていった、パッシング、バックハンドでのパスストレート、もう実力的には、まあ、今怪我でランキングが変わってますけども、実力的にももうほとんど一緒と同じと思っていいと思うんですね。あ、決まりましたストレート。クルニコワの方がやや得意としてますか。クルニコワのバックハンド非常に綺麗ですね、バランスがいいですね。ディメンティアもしっかりその大事なところは膝を曲げて、はい、安定させて打ってるんですよね。あ、逆クロス、サイドを変えてクルニコワが振っていきました。決めましたクルニコワ。いや、クロス当てています。あーっと厳しい、それに返していきました。このディメンティア、とかそういうボールがないですね。もう、もうチャンスがあればもう全部打とうと。はい、リターン、リターンエース、ここはデメンティエワのリターンエース。ここをクルニコワがブレイクするとタイブレイクに入ります。あ、ラインいっぱい入ってます。逆クロス決まりました、デメンティエワ見事なウィーナー、はい、帰っています。アウトになりました。しかしクルニコワがクルニコワのブレイクポイントです。取ればタイブレイク。
決めに行く。しかし拾う。返します。いっぱいに入っています。叩き込む。これも返す。どうするか。どうだ。入っている。再チェンジ。抜けるか。落とす。拾えるか。抜いた。ベレンティーナ抜きました。ターンエースを狙う。しかし返します。叩き込みました。初めてディメ。ここでデメンティアがどんなリターンを見せるか。仕込む。さあチャンス。決めました。デメンティア5-4。ブレークの場面でなかなか打てるショットじゃないです。スライス。浅いところでの応酬になった。今度は深く打つ。回り込む。回り込んで逆クロス。ここもフォア。返す。入っている。うっ。変える。ストレート。返ります。出る。ネット。ネットです。クルミカーのポイント。そのデメンティエはしまいました。クルニコは取りました。壮絶な打ち合いのファーストセット。タイブレイクの末取ったのはアンナ・クルニコ。初めてストレート落ちました。帰りません。かつての自分のランクですから、それに勝つことは1回戦でできませんでした。全豪オープン。いや決めました。ここも30オール。リターンエース。デメンティアは体調も良くなって、健康を取り戻してとてもいいコンディションだと聞いていますと。したがって面白い試合になるんじゃないでしょうかと。私自身も大変楽しみにしていますとこのデメンティアが言っていました。ここは角度をつけて決めたのはクルニコワです。入っています。ライン上入っています。オンラインブレークポイント。角度をつける。デメンティア追いつきました。デュース。徐々にクルニコワが取り戻してきました。オーティーラン。ここでクルニコワがブレイクすると3-2ですが、ほぼ追いつく格好になります。ここはチャンス。デメンティアはまあもう全く大丈夫という。そうですね。すべてをこの映像が物語っています。前出るクルニコワ。抜きにかかるが、そこはボレーでお返し。バックボレーです。クルニコワ打ってるんですかね。ほとんどフルスイングですから。何本打ってるんでしょうね。これ数えてる人いるのか分かりませんが。逆クロス。あー帰りません。クルニコワリープしました。さあクルニコワが 4-4。込む。返す。そしてもう一回逆クロス。これも返す。入るか。グランドスマッシュ。おー読んでいる。いやー読んでます。反応しています。大きいですよ。メガスパティ40になってしまうとなってしまいました。サーティ40になってしまい、サーティ40。
浅いボールから深いボールへ入っている。回り込む。ちょっと浅い。このボール帰りません。クルニコワブレーク。これは大きい。クルニコワとデメンティエはがっちり組み合っての戦いがここまで続いています。第10ゲームに入りました。クルニコワが9ゲームをブレーク。優位に立ったのはクルニコワ。第10ゲーム打ち込む。しかし返していきます。今日本当によくボールを返していますクルニコワ。故障明けのクルニコワ、前に出たディメンティはチャンスボール壊し詰めました。叩き込みましたディメンティは直回転を取りましたが前に出ました。2ターンからラッシュ決めました。ディメンティは入ってます。追いついたディメンティはチャンス拾う。グランドスマッシュはこれは反応できません。また難しくなりますよね、はい、ここはファーストサービスが入りました。厳しいところ振っていく。入る。あ、どうするか。拾った拾った拾った。仕留めるまで見てますね。もう振り抜いてましたね。強引に持ってきましたですね。さあ前に来る。あ、拾った。お、かわきりましたか。いやタイブレイクはクルニコワが制しました。あ、入っている。前出る。角度をつけたボレー。アングルボレーはクルニコワ。生きてるだけにきついですよね。クルニコは今日はありません。デメンティは4つ目。ストレートダウンザライン。いや見事。そういうルールですかね。そうですね。角度をさらに付け返す。拾うデメンティは入っている。うん、アウトです。ここもタイブレイクに入ってサービスをキープしているという回数は両者とも非常に低いことになります。そうですね。 6-4 と 6-4 クルニコワリード。マッチポイント大きい。クルニコワ大きな声が出た。左手を拳をがっちり握ってお母さんも大きな拍手。なんと激しい壮絶な打ち合いだったか。 7-6、7-6 ファーストセカンドいずれも2つのセットいずれもタイブレーク。クルニコは復活の勝利。デメンティアを破りました。ロシア同士の対戦共に